放射直行路型の外路区画ベロオリゾンテは、ブラジルの南東部、標高約800メートルの高原に建設された計画都市でミナスジェライス州の州都である。外路区画が放射直行路型の都市として、ワシントン DC と並んで知られる数少ない都市である。人口は、約240万人、2009年。 2010年の均衡を含む都市的地域の人口では486万人であり、サンパウロ、リオデジャネイロに次ぐ同国第3位であったが、近年サルバドールに追い越され4位となった。また、地域人口も2016年7月1日では約251万人の規模を有しているが、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリア、サルバドール、ホルタレザに次ぐ、 同国第6位の人口である。名称は、美しい地平線を意味し、略称は、B オリゾンテ、または、さらに短く B H Z、BHZ、BH と表記する。世界文化遺産、パンプーリアの近代建築軍が所在する。ベロオリゾンテは1897年12月12日に、それまでのミナスジェライス州の州都であったオーロップレッドに、代わり州都となった。 海岸より約3 0 0キロメートル内陸に位置し、標高約8 0 0メートルの高原にある。欠片の気候区分で、サバナ気候に区分される。ベロオリゾンテの行政区、バーロチェントロ、スルリーチャオレクノーズシュティノーストリーチャオノルテリーチャオ、オスタパンプラベンダノバコンケツ、白人、黒人、その他、ありがとうございます。